こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日も税金と確定申告について勉強していきましょう。本日の動画の内容はこちらです。確定申告初心者、よくある質問5選について紹介していきたいと思います。本日の質問5つはこちらです。確定申告ってどこに出すの？レシートや領収書は出すの？税金の支払いってお知らせが何か向こうから勝手に来るのかどうか？提出した書類はもう捨てていいの？最後に確定申告の締め切りと税金の締め切りが違うのかどうかについて解説していきますので、本日も最後までよろしくお願いします。はい、それは確定申告初心者よくある質問5選。まず1つ目、確定申告ってどこへ出すのっていう疑問なんですけども、これは管轄の税務署へ提出します。この管轄の税務署が何かと言いますと、皆さんお住まいの住所、市であったり区であったりとかに、この市の方はここの税務署ですよっていう風に決まってるんですね。管轄の税務署を調べる方法がありますので、自分が住んでいる管轄の税務署がどこかっていうのを概要欄にね、URL 貼っておきますので、もしわからない方はそちらの方から確認をお願いします。まあ、いつもね、出している税務署がご自分の管轄の税務署っていうことになります。出す場所は税務署と分かったところで、どうやって出せばいいのかっていうのを紹介します。3つの方法があります。まず1つ目が窓口に出す方法です。これは月曜日から金曜日、8時半から5時までやっております。一部ね、税務署はね、この時期、土曜日とか日曜日対応してるとこもあるので、そちらはね、ご自分の税務署の方の調べていただいて、時間外があるのか、時間が何時から何時までなのかっていうのは調べていただければと思います。窓口が空いている時間外に行く場合は、外にですね、時間外に提出する箱というのが設置されています。ビデオレンタルした場合とか CD レンタルした場合に、外に時間外に返せる箱があるんですけど、それは税務署も同じで、そのような箱がありますので、そちらの方に提出していただければ、24時間受付することができます。また、確定申告シーズンは、税務署の方に確定申告会場というものをね、設置していますので、そちらの方に持って行ってで出すという方法も OK です。コロナによって3密回避のために予約を取っていただいて、LINE の方から予約ができるそうなのでおすすめです。そして2つ目の方法は郵送です。郵送はどうやってすればいいかというと、郵便で送ればいいんですけど、これは証拠が残るように簡易書き留めで送ることをおすすめいたします。注意しないといけないんですけども、利用できる方法は郵便かレターパックプラスなどのものです。対応できないものは宅急便で出すのはダメですね。あと U パックで出すのも NG です。きちんと簡易書き留めなど証拠の残るもの、普通の郵便でしたら郵便で送るようにしましょう。提出日をどこで見るかと言いますと、郵便の場合は切手のところに日付を押してもらえると思うんです。あの日付が提出日になります。3つ目の方法はネットでの提出です。これは e-tax を使う方法ですね。e-tax を使って、パソコンやスマホで提出する方法があります。これを使うと青色申告の方は最大65万円控除がもらえますので、ぜひこちらの方でできるようにね、マイナンバーカードを取ってみたり、 e-tax の ID パスワード方式を使ったりしてみてください。この最大65万円控除はね、どうすればもらえるかとか、55万円は何なのかっていうのは以前動画で紹介してますので、ぜひそちらの方をご覧になってください。はい、それではよくある2つ目の疑問、レシートや領収書も提出するの？税務署に出すのは申告用紙のみになります。だからレシートや領収書、ペタペタ貼ったノートやスクラップブック、帳簿の方は出す必要はありません。間違えてね、出さないようにしてください。出すのは申告用紙のみで OK です。はい、次が税金の支払いのお知らせです。これもね、たまに勘違いされてる方いるんですけど、確定申告を提出したら税金の振込用紙が税務署から届くんだよねっていう質問たまにあるんですけど、届きません。ですので自分で納付書を記入して金融機関や税務署の窓口で税金を払います。通帳からね、口座引き落としをしたい方はその依頼書の手続きが必要となります。ですのでお気をつけください。そして3つ目、提出したらもういらないから捨てていいよね。これもたまによくある質問なんですけど、確定申告を提出したら過去の書類はもういらないからもう捨てていいよねっていう質問なんですけど、これは絶対にダメです。保存義務があります。あと税務調査の時に自分の身を守る証拠となるので、絶対に捨てないようにしてください。これはね、確定申告書もね、出したらね、もう確定申告の用紙も一緒に捨ててしまうという方もいますので、こちらの方ね、必ず保存義務がありますので、細かくね、このどれくらい保存義務があるのか、白色の場合はこの書類は何年、青色の場合はこの白いは何年っていう風な動画以前出しておりますので、何年保存すればいいのかなって気になる方は、そちらの方の動画を参考にしてください。もし万が一ね、過去のものを捨ててしまったって方は、今年から必ず絶対に取っとくようにしましょう。次、申告期限と納税期限について。申告期限の締め切りと納税期限の締め切りって違うよねっていう質問をたまに受けます。申告期限の締め切りと納税の締め切り期限は一緒です。ですので
今年だと3月15日締め切りが1ヶ月延長で4月15日まで延長されました。申告期限が4月15日ということは納税期間の締め切りも4月15日です。ですから現金で納税される方は4月の15日までに必ず納付書を作って窓口銀行などに行って支払うようにしてください。税務署でも払うことはできます。支払い方法についてなんですけど、少しね今紹介しましたけど、現金の場合ですね、現金の場合は金融機関や税務署の窓口に納付書を自分で書いて支払います。このね、納付書が控えになりますので必ずそちらの方保管をお願いします。あと口座振り替えの方法があります。この口座振り替えは事前に税務署にここの口座から引き落としてくださいっていう依頼書を出さないとできないんですけども、これをしておくと通帳から自動的に税金が引かれますので、いちいちね窓口行ったりとかどこどこ行って払ったりとかねしなくていいのでおすすめです。税金の納め忘れもないです。そして最後、クレジットカードで支払う方法です。最近このクレジットカードで払う方法がちょっと人気がありまして、どうしてかっていうとポイントを貯めている方がいらっしゃるんですね。でこのクレジットカードを使うとポイントが貯まるということでクレジットカードで納税をする方が増えてきています。気をつけないといけない点は、このクレジットカードで税金を払う場合は支払い手数料がかかりますので要注意です。はい、ではまとめです。申告期限が今年もね去年に引き続き1ヶ月延長になりました。3月15日までの締め切りが令和3年の4月の15日までになっておりますので、皆さんこちら気をつけください。1ヶ月ね延長したからといって、まあもうゆっくりやればいいだろうと思ってしまうと危ないので、こちらの方だけ注意してください。今ねコロナによって新しい給付金が出たり、もしくは借り入れができるっていう場合に、やっぱりどうしても必要になってくるのは確定申告なんですね。これをしているかしてないか、もしくは必要書類として絶対に入り込んできます。なのでいざね新しい給付金を見てもらおうとか、じゃあ借り入れしようこのタイミングでって思った時にすぐ借り入れなくて、確定申告から一からまた作り直さないいけないっていうと、その時間がもったいないですよね。給付金や借入金関係に関しては必ず確定申告が必要になってきますので、早めに提出をするよう心がけてください。そしてこれねもうめんどくさいしわからないし大変だしね、ギリギリになるお気持ちわかるんですけど、もしね4月15日にギリギリに提出すると令和3年の経理や帳簿がもう4ヶ月以上溜まってしまうっていうことになりますので、早めに提出をして本業に専念しましょう。一緒に確定申告頑張っていきましょう。私の方はオンラインサロンを運営してまして、税理士をねオンライン上に味方につけるということで、月額制の完全会員制、税金や経理やビジネスの情報、相談や質問も OK です。あとメンバーと私と定期的にズーム会議でね、コミュニケーションも取ることができますので、ぜひご検討ください。概要欄にね、URL を貼っておきますので、気になる方はぜひクリックして覗いてみてください。はい、それでは本日も動画最後の方まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。グッドボタンやコメント、感想いただけますと本当に励みになるので、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは本日の動画も最後までありがとうございました。税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。またねー。